2010年バンクーバーの星、マオ最大のライバル、キャロライン・ヒャン。さあ、世界ジュニアのチャンピオンが出てきました。チーム USA2 人目、キャロライン・ジャン、まだ14歳です。昨シーズンはジュニアの国際大会にデビューをして、初戦のメキシコ大会から台北の大会グランプリファイナルまで全てで優勝しました。トリプルフリップ、トリプルトーループしてきましたね。3回に挑戦してきたんですね、はい、ステップからトリプルルッツ。ちょっとシットポジションが高いですかね。回転速度はとても良かったです。彼女は中国系のアメリカ人、尊敬する選手、憧れの選手はミッシェル・クアンだそうです。素晴らしいですね。足が天井まで一直線に伸びています。会場も大拍手。すごい、いやーすごい。まだ14歳ですが、3年後のバンクーバーは日本の強力なライバルになります。アメリカ、キャロライン・ジャンでした。イーグルからのダブルアクセル、これは綺麗でした。ただジャンプだけではなくて、やはりその上半身、手先までのその使い方、優雅な動き、とてもジュニア選手とは思いませんね。今日がシニアの大会デビュー戦でした。チーム USA、 キャロライン・ジャン、得点が出ました。スケート技術は 6.65、 振り付け 6.60、 音楽の表現も 6.60、 トータル 56.78。 ベストには及びませんでしたが、合計点は現在アメリカがリードしています。